今日はですね、カエデ持ってきました。じゃじゃん、 KED の6番でございます。はい、こんな感じのカエデ、取り木で取ってその後枝作ってるカエデさん。はい、まあ足元もちょっと汚れてるのと、針金まだ食い込んでないみたいなんだけど、とりあえず外しておこうかなと思って持ってきました。で、あと枯れ葉がねちらほらと目立つんで、ちょいちょいと掃除しながら針金外しやっていきます。はい、じゃあ早速やっていきましょう。今日触っていくのはこちらでございます。 KED の6番、はい、カエデさんでございますと。はい、こんな感じで柔らかい枝ぶりが特徴的なこのカエデさん、上の方はね少しずつ枝ができてきたかなといったところ、まあ枝作りに励んでる感じですね。で、足元はピンと合わないな、足元はこんな感じで、まあそれなりにいい座を持ってます。見えないな、もうちょっと座あるんだけど、立派な座を持ったカエデさん。はい、こんな感じで出来上がってきております。樹高はねかなり余裕がある、10センチ以内を目指しているんですけれども、まだもう少し余裕がある状況でございます。はい、じゃじゃんと葉っぱの上まででも9センチくらいですね。なのであと一回り二回り、一回りかな、大きくしても大丈夫っていう感じのカエデさんでございます。まあ秋になってなんて言うんだろう、前葉刈り紅葉してね、葉っぱ落ちて落葉して前葉刈りかけた時にはおそらく8センチ台ぐらいまでには追い込むんじゃないかなと思っております。で、今日はとりあえず針金外しやっていきたいなと思っています。特に食い込んでる様子は見られないんですけれども、今のうちにね外しといて、食い込む前に、傷ができる前に、珍しく、このチャンネルでは珍しく食い込む前に外すっていうことをねやってみようかなと思います。これか、先端は一本ずつ地道に外していくんですけど、順番とかはあまり意識してないです。もう手当たり次第。僕は右利きなんで、この右側にあったこの針金からちょいちょいと外していきます。針金切ってもいいんですけどね、切るのとどっちが早いんだろうな。1ミリの針金だとあれですよね、切りづらいんですよね、針金切りで。切るときにちょっと他の枝、元の巻いてる枝まで切っちゃいそうで怖い。だからまあちょっとゆっくり外してるところもあるんですけど、切らずにね、切った方が早いかな。食い込んでなかったら切れるか、ちょっとそっちにもチャレンジしてみようかなとかもちょっと思っています。見えないね。よし、切ってみるか。試しに切ってみましょう。間違って枝切らないように、画面見ながら作業してると切っちゃいそう。肉眼で見てればねそんなこともないんだろうと思いますけど、肉眼で見てても切るときは切るか。うわ、危な。慎重にいかないとね、切っちゃいそう。怖い。いや、こうやって慎重になるから時間かかるんですよね。切れないぞ。ってなるとゆっくりゆっくり切らずに外した方が早いんじゃないかって思ってきますね。切れた。ここ切りたいね。ここ
どうやって切ったらいいんだ。こうか。おりゃ。おりゃ。切れたかな。切れてないな。難しい。画面見ながらの作業が素晴らしく難しい。ここ細かいな。どうなってんだ、肉眼で見てえな。何これ、え、あ、切れてないじゃん。ここ何、どこがどうなってんだ。これか、こいつだな。切れてないみたいなんで、しっかり切ります。おりゃ、こいつも。オッケー、これで切れたでしょ。細かっ。取れない、もどかしい。いけたかな。これなんだ、こうちっちゃい針金で、さっきのこいつが取れるでしょうと。はい、取れた。はい、 OK。 食い込みもなさそうですね。じゃあ残りの針金も取っていきます。はい、針金取れました。残りのやつも全て外しました。食い込み跡は完全にないですね。食い込む前に外すことができました。そして枯れ葉ね、こういう枯れてる葉っぱ除去していきたいですね。少しでも綺麗にしとこうかな。で、針金切った方がいいのか、そのまま切らずに抜いてった方がいいのかなんですけど、まあ実際今日やってみて思ったのは一長一短ですね。どっちもどっちっていう感じで、針金、ね、切らずに外していくと、まあ先端はいいんですよ。先端はそのままバーって外していけばいいんですけど、中の方になってくると、この外したあの枝じゃない、針金、ね、長く残ってるじゃないですか。で、中の方を外そうとすると、その先端の方を外して長く残った針金が他の枝に絡んじゃうんですよね。で、葉っぱ巻き込んだりして、ちょっと外しづらいと。だから、外の方は手で外す、切らずにバーって外すのはいいんだけど、中になってくると、やっぱ切った方がね、早いなっていう印象を受けました。まあ、どっちがいいのかはね、わかんないですけど、先端は手で外し、中は切るみたいなものがもしかしたら効率いいかもしれないです。はい。何十年もやってったら、その辺がね、分かってくるのかなと思います。はい。じゃあちょっと枯葉掃除と、あと足元の掃除ですね。足元黒いところあるんで、さっと掃除しちゃいます。はい、枯葉の掃除完了しました。こんな感じで綺麗になったと思います。で、足元も表面の土入れ替えておきました。綺麗になりました。で、若干剪定も入れてます。ちょっとね、徒長してる枝があったりしたんで、ちょいちょいと剪定入れてます。裏から見たらこう。で、ぐるっと回って正面。上から見たらこうっていう感じですね。はい。
なかなかいいんじゃないでしょうか。ここの直線がね、若干気になるところなんですけど、まあまあまあ、この馴染んでくると思うんでね、少しずつそのうち目立たなくなるでしょう。この木がね、生きやすいようにこの枝をね、馴染ませてくれると思うんで、それまで待ちましょう。ここはもうちょい下げてもいいかなという気もしますね。この辺はで、こっちも下げてもいいかなという気するね。もうちょっと、はい。で、全体的にこう作っていくと。で、1センチぐらい余裕あるんで、もうちょっと一回り二回りでっかくなるのかなと思いつつ、で、まあ、枝葉を増やして、そのまま持ち込んでいけば、足元のね、それに合わせて枝数葉数に合わせて太ってくると思うので、徐々に枝数増やしていければなと思います。まだまだスカスカなんでね、もうちょっとですね。うーわ、めっちゃ混んでるこの枝っていうくらい混ませてあげたいですね。ただ混みすぎると中の方から枯れてきたりするんで、まあその瀬戸際というか間を取っていい感じに作っていければなと思います。はい、そんな感じで KD の6番本日の作業以上です。はい、ということで KD の6番作業終了いたしました。最初に比べるとボディも見やすくなってるし、茶色いね、黄色い枯れた葉っぱもなくなって見栄えも良くなったんじゃないでしょうか。まあまだまだですね、こいつも取り木外してまだ足元、そろそろ落ち着いてきたかなくらいなんで、また来年再来年と持ち込んでいくうちに、そのうちね、下に今沈んでる残の部分をちょっと上に出して見せるように植えることができるんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じで本日の作業以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。